僕も大丈夫です、撮ってます。一応回しました。はい、あ、あ、音声いただいていいですか、ちょっと。テストはい、はい、テストはい、はい、ありがとうございます。おぱしさんの声のなんかバランス安定しないんですよね。すいません。安定させてくださいよ。俺情緒不安定なんで。減らっちゃってんすか。そうです。やっぱあの動く懺悔に寄せていかないとね、あいつらの気持ち分かってあげないとと思ってる。いいな、可愛いことばっかやんだもんな。やっぱね、もうそれが YouTuber のたしなみですよ。まあでもさよならともやってくれるということは、そうです、まあ、その可愛い子だけじゃないということですな。そうです。俺相手、もう相手選ばないですもん。その流れで言うとなんか変な意味に聞こえますけど。確かに人類皆兄弟意味深なんで。兄弟。いや、俺久しぶりにオパシさんが初めて俺を作ってくれて、初コラボですよ動画で。俺絶対何か裏があるんじゃないかと思って。いや、ないないない。なんかもうエイタさんが新規の人と関わるのマジで苦手な人だってお聞きしてたんで。いや、コミッションだけで関わるのは好きなんですよ。ああ、なるほどっすね。お茶さんが俺ん家来た時も、エイタさん呼んだらなんかいやいや来たりとか気使わせちゃうかなと思って、もうお茶さんの裁量に任せようと思ったら、いや、あの日ずっと寝てなかった俺は。いやお前嘘言うな、誘ってっからな俺。嘘言うなよ。あの日あれ、お茶さんが最高級のイタリアン連れてくれたんですよ。パシマヒとお茶でこの店行くんかっていう。お茶さん俺にはおごんないのに。あのもう嘘に嘘が重なってるかわかんねえ。あ、嘘だった。サイゼリアっていうお店なんですけど。いや、超怖かったですよ。周りの大学生めっちゃキョロキョロ見てくるから、絶対お茶さんのせいでバレてんだろうと思いながら。いや、なんでやねん。ふざけんなよ。それはマジ、それはマジ、うん、それマジマジ。しかもなんなら最終的には多分オンパスタにおごってもらって気すんだよな。俺誰が金払ったか覚えてなかった。まあまあ、じゃあおごったということにしましょうか。ここは大岡さばきですな。エイダさん、あと俺の隣、今度遊び来てくださいよ。いや、マジで、あの、ガムシじゃん、これ。嫌い。嫌いだ。いや、ちょうど今聞こえなくて、あの、俺の話題じゃなかったらよかったなと思った俺だった。エイダさん、本当、おばさんだけはって詰めてますから。いやいやいや、一番好き。YouTube で一番好き。一番好き。ほんと、一番好き。いや、僕のことは好きじゃないんですか、一番じゃないんですか。俺大っ嫌いだぞ、お前のこと。何そのめんどくさい、めんどくさい。エイタさん、初絡みだけど、なんかさ、なんかエイタさんに聞いてみてほしいことあるみたいな感じで、ツイッターで募集したら、もうみんななんかもう同じことしか書かないよ。もう経験人数、初体験はとか、もういいじゃん、そういうの、お腹いっぱいじゃん。別にうちのチャンネルでも聞けるけどな、そんな。いいじゃん、どこでもそんな。あ、そうですよ、うちはもうコンプラがなくなったんでね。ああ、そうか、お二人ともニートですもんね。ニートでございます。なんでも答えますよ。なるほどです。何でも答えるんですね。ゲームイズの社員時代のあの劇教えてもらっていいですか。あの、まず僕社員だったことがないんですよ。あ、うまい。あ、確かに賢い絵だ。確かに、そういうあれなんで。あ、じゃあゲームイズ時代に上司にやられて一番腹が立ったパワハラは何ですか。パワハラ言ったら、その知り合いが来た時に部長に対して僕の上司ですって言うと違いますって言われて、俺は逆に悲しかったです。そっか、社員じゃないからね。違います。いや、あなた社員じゃないですって。確かに。いいよ、正義を示していけ。おばさんに対しては正義を示していけば大丈夫だから。マヒ、なんかあれいじりたい内容ある。プロゲーマーやられてるじゃないですか。はい。その今までになんかその大会賞金とかで一番稼いだ額はいくらなんですか。海外大会5、6回とかは優勝してるんですけど。え、すごい。ただちょうど賞金が安いやつとか、賞金じゃなくてその次の大会へのシード権みたいな航空券付きの、はいはいはい、で賞金自体はそんな稼いでないんですよね俺。あ、そうなんですね。たまに1年に1回やる1500万とかの大会はあるけど、やっぱ安いやつは30万とかだったりするから。あー、あー、じゃあもう1日のさよならの広告収益ぐらいですね。もうちょいありますね、うち。死んでて暇だから乗っかってきたぞ。え、あれ、荒野行動でプロゲーマーを名乗ってる人たちが年収500万とか1000万簡単にいくって言ってることについてどのようにお考えですか。ちょっとここは一回カットして、一回お茶さんがね内容を考えてね、それを喋ってくれたら俺が喋るから。ガチなこと言うと、はい、プロゲーマーの基準点はないじゃないですか。ない、定義はないですね。その時点でまあ言っても別にいいとは思うんだけど、はい、俺は自分がプロゲーマーの基準に達してないと思い続けて死ぬほど悩んで、はい、だけどそういう悩みもなくプロゲーマーやってるってどんだけお気楽なんだろうなって。ああ、舐めてるんだ、殺すぞと。お茶さんがヒヤヒヤしながらトークを聞いてましたよ。
あのね、本当に余計なこと言うとカットだぞって思いながら、ギリギリだよーと思いながらでもせっかくのエータさん初コラボですからね。まあキッズもでもやっぱでも結局ツイッターで質問募集してエータさんのエロ系を聞きたい子たちもいっぱいいたんで、はい、1個ぐらいはじゃあなんかちょっとエグいやつで、エータさんのじゃあ今までにしたエッチで一番エグいエピソード教えてもらっていいですか。ちなみにエータさんっておいくつですか、公表してますか。僕は30です。30歳でもちろん童貞ではないですよね。童貞ではないです。ちなみに、今までその何人ぐらいたしなまれてますか。いやいやすんなこれ相方目線すげえいやいやすんな、まあ、大体ですよ、大体で大体です。4ですよ。え、マジで。どっかの風俗お化けと違ってめっちゃピュアじゃないですか、コンビ組んでんのに。どこの誰が風俗お化けや何のことかと思ったわ。え、だってエイタさんの相方の人ってクリスマスに風俗出勤してる子多くてほっこりするとか超気持ち悪いことツイートしてる人ですよ。それに関しては全然あれマジ最低だなって思いましたもん。リスナーに何人風俗で働いてる女の子いるか分かってんのかお前はって。もう感謝の極みじゃないですか。感謝だろあれあれなんか絶対切れなくもう職業差別でディスってんのかと思って最低な野郎だと思って。いやいやいや、それはあの完全な解釈ミスですよ。利用するだけ利用しといて何突然ディスってんだと思っていやいやちなみに4人っていうのは全部彼女ですか。はい。付き合ってない人とは1回もしないですか。ナイスナイス。え、ピュアー。まひとくん、ちなみに付き合ってない女の子とエッチの経験は100万人。あー面白い面白い。え、じゃあそれちょっと100万個エピソード聞いていいですか。かわいそうでしょ。100万個前ですか。これはエータさんってなんか性癖とかあるんですか。あのねいやー、まあ、しまってよ、まひとくんもいやいや、まひとは汚れてないから勉強してるんです、やめてください。あ、なるほどなるほど。そう、うちのタレントいじめんのやめてもらっていいですか。あ、わかりました。普通にね、あのアヘ顔めっちゃ好き。アヘ顔。ちょ、お前もうシンプル気持ち悪い答えだけやめろって盛り上がりもしないシンプル気持ち悪いやつ。まひなんかないの性癖。最近ちょっと目覚めたんですよねって。目覚め瞬間とかありますか。目覚める瞬間あるよ。僕全くないんですけど今までの人生で。あ、俺さ、あるんだこれ言っていいのかな。目隠しってあるじゃないですか。はい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 。目隠しで、普通の目隠しだと面白くないんですよ。普通の目隠しは今までもしたことがあったんですよ。はい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 。で、リスナーの子からすごいいいアイマッサージャーをもらったんですよ。はいはいはい、なるほど。で、アイマッサージャーめっちゃ重いんですよ。目をマッサージしてくれる家電製品なんで、ちゃんとも高いやつなんですけど、それでアイマッサージされながら性的な行為をしたら面白いんじゃねって病気だった俺はなぜか思ってしまい、あのそのアイマッサージでヒーリングミュージックを聴きながらフェラされるっていうのをやってみたんですよそしたら思いのほかめっちゃ良くてあ、梅干しもマッサージされてるよって思いながら、催眠オナニーみたいなもんですよね。そう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 やべえやつじゃなくて、ただのそう。いや、なんかあのなんでそれがいいかっていうと、あの目隠ししながらエッチとかフェラとかされたことありますよ皆さん。いや、ないっすね。ないですね。あの目隠ししながらされるとうーってなった時に、あのか頭とか腰とか振っちゃうから目隠しがどんどんずれてって結局見えちゃうんですよ。ほー、性行為をしながらつける前提で作られてないから。でもアイマッサージャーは目をしっかり揉むためにめっちゃガチガチにはめるんですよ、ヘルメットみたいに。あ、どんだけ暴れてもずれない。そうそうそう、どんなにもだえ苦しんでうーってなっても一切目隠しがずれないんですよ。あーっと、なんだろう、俺も入ってたっけ。あん時めっちゃいい人だなーっていう印象しか残ってないっすね。いやーマジかい。やられたけど俺が倒した。ナイス。倒したんだ、早っ。そうです。お、車来てる。うわー、ごめんなさい、ショットガン。うわー、だるー。あー、申し訳ねえ。マヒ、その2人いるから気をつけて、2人いるから。うわー、2人ショットガン強え。うめえ。それやばそう、やばそう。あ、そっち頑張れ頑張れ頑張れ。あ、風俗お化け。残念。うめえな。仕事してくださいよ、サヨドラの2人。キルしてますよちょいちょいセックスする時のこだわりは何ですかっていう可愛い質問をしてます。こだわり、かわいい質問じゃねえし。エータ流セックスのこだわり。あ、じゃあエータさんってどういう感じでそのエッチに持ってくんですか。え、あのね。グリッチじゃないですかそれ。絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとへっしょ食らわなくなりますよ。あ、ね、頭がない。
決勝食らわない裏技。さあ行くぞ。奇跡を起こす。奇跡を起こす。いけるいける。やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。